カキンの20億円ハウスルーティーン。おはようございます。ヒカキンです。今回この動画では普段は見せない僕の平凡な仕事の日の一日をお届けできたらと思ってます。朝8時だいたいいつもこれくらいの時間に起きます。まずは耳かきですよね。やりすぎは良くないとか言いますけどね。耳かき大好きなんで。で、起きるかと思いきや、スマホいじります。基本的に前日に上げた動画とかの再生数とかコメントとかを朝一でチェックして、一人反省会みたいなことを布団の中でやってから起きます。案外目覚めはいい方です。おはようございます。そして朝ごはんの前に歯磨きですね。朝昼晩歯磨き大事です。歯ブラシは電動派です。奥歯までキュッキュッと磨けますよ。今動画編集していて気づいたんですが、パジャマに 2XL のシールが貼られたまま着ていました。いつもこれ貼りっぱなしで気づけない時あるんですよね。でもなんか新品って感じでいいかな。さーて今日は時間もあるし、ゆっくりまったりと朝ごはんでも食べるかな。最近いつも自分で作って食べてるものがあるので紹介したいと思います。まな板が見つからないですね。はい、新居なものでどこに何がしまってあるか自分でもまだ覚えられてません。ありましたね。あとお椀と包丁ですね。ありました。いつも僕が食べてる朝ごはんは納豆と豆腐なんですけど、豆腐に見ての通りこの生の生姜とみょうが、これをワイルドに乗せて食べるのが本当に好きで、今年ずっと食べてました。はい、もうワイルドにザクザク切って、ザクザク削って、はい、それを豆腐に乗せて、ヘルシー朝ごはん。あ、オレンジ忘れてた。オレンジも食べます。はい、朝食完成。豆腐に醤油をかけて、うまそうでしょ？いただきます。いただきまーす。食べる順番は豆腐、納豆、オレンジです。ヘルシーな順番でね、食べていきます。これ、みょうがと生姜がね、これうまいんだ、これが。ガツンくんのね。特に30超えてからですかね、こういうガツンくるの好きになったの。
で納豆はかき混ぜすぎない派ですね。軽くかき混ぜて納豆だけで食べるっていうね、これが好きです。でお腹の中に豆腐と納豆のマットレスができた上にオレンジにかじりついていく。この3つはね、朝はほんと最強ね、体にも良さそうだし、よかったら真似してみてください。はい、というわけであっという間に完食、ごちそうさまでした。で、いつも朝食を終えてコーヒータイムです。必ず豆から入れるっていうのをね、もう3、4年くらいですかね、ずっとやってて、朝はちょっと濃いめのブラックで飲んでます。自分にね、スイッチが入る、それがコーヒーです。 OK。で、天気がいい日は外で飲みます。コーヒーのいい香りを嗅ぎながら外に出てみると、天気が最高。そしてもう冬も近いんですが、この日は暖かくて最高のモーニングコーヒー日和です。素晴らしい朝に乾杯。やっぱり朝太陽を浴びると一日のね、体内時計の生活リズムが整う感じがして好きなんですよね。朝日を浴びるのは大事です。おっと、蚊に囲まれている。なんで11月に蚊がいるんだ、うちの庭は。うん、大自然があるということですかね。また蚊が寄ってきた。で、聞こえると思うんですけど、鳥の鳴き声もすごいんですよね。虫もいるんですけど、鳥もいる。ちょっと、バードウォッチングしに行きますかね。そう、ずっと引っ越してから鳩がいるんですよ、2羽。で、鳩って言ってるんですけど、鳩今日もいますね。まあ普段と変わらない平和な朝の庭でしたね。それじゃあたくさん日も浴びたし、ゆっくりとね家に帰ってシャワーでもゆっくり、浴びようと思ったんですけど、シャトルランです。恒例のシャトルランです。朝シャトルラン、まあ、目標120回で毎朝やってます。はい、3往復ぐらいでバテたので、朝のシャワーでも浴びに行きますかね。本当に苦しかったです。それでなかなか息切れが止まらないんですが、いい汗かいたってことで、天井から出るシャワーで朝シャンです。って感じでね、最高の朝ですね。すごい水圧なんですね、これがね。強くやりすぎるとちょっと頭皮が心配なくらいね。肩に当てると気持ちいいんですよね、これね。やっぱり朝のね、シャワーっていいですよね。こうやってゆったりと癒される。やっぱこうね、横振りしますよね、こうやってね、なんかもうブンブンしますよね。こんくらい元気ないとダメですよね、やっぱりね。ちょっと脇腹痛めましたね。
はい、いつもはやってません。さあ、すべて汗を流し終えて、はい、さっぱりいたしまして、で、クローゼットで、服を選んで、どれにしようかな。服を着てから髪の毛セットしていきます。さあ、ドライヤーで乾かして、ドライヤーがない。さっきの風呂に置いてきた。ありました。ドライヤーで髪を乾かし、さあ、しっかりと乾かしていく。前髪の流れる向きが重要。つむじに逆らわない。ドライ。いい感じで乾いてます。ドライを失敗すると髪型ってなんかうまく決まんないよな。で、乾いたところでヒゲも剃っちゃいます。このね、電動のね、ヒゲ剃りいいんすよね。ジーって感じでね、綺麗に剃れるんですよ。で、ワックスを手で伸ばして、まんべんなくつけていく。はい、もう後ろとかはまあまあまあもう適当なんですけどね。まあまあ10秒でセット完了しますよね。今日はね、ミーティングのお仕事とかもあるので、しっかりと髪の毛をセットしていきたいと思います。はい、ワックスで、まずセットした上でスプレーをかましていく。プシュ、スプレーでガチガチに固める派です。で、ちょっと整えて二度塗り。ヘルメット並みに固くするスタイルです。後で動いて崩れてほしくないんでね。うん、普段のヒカキンになれました。 OK。 さあ、この後ウェブミーティングなので、急げ急げ。はい、今からウェブミーティングとなります。まあ、ぶっちゃけるとね、職業ミーティングかよってくらい近年ミーティングをたくさんしてます。というのもね、動画の構成とか、次撮る動画のロケの、機材の話とか、どう動画をね、撮り進めていくかとか、まあ、僕は自分で決めることが多いので、実際動画を撮ってる時間よりミーティングしてる時間の方がおそらく長いですね。まあ、ほぼほぼ毎日 1,2 時間は必ずミーティングをしてますね。ね、画面共有とかしながらでもミーティングするのがね、もうだいぶ慣れて、むしろ便利でね、自称ミーティングプロです。メールとかでやり取りもしっかりとね、文字で残っていいんですけど、やっぱり僕はガンガン喋って伝えたいタイプなので、ありがたい話でございます。ありがとうございました。します。はい、1時間ほどミーティングをして、だいぶ話もまとまったので、おっと、はい、私朝からコーヒーたくさん飲んで、飲み物飲むの大好きなので、あー、漏れちゃう。わーわー、お目が覚めるな、この色は。はい、僕が以前24時間くらいかけて積み上げたトイレットペーパーです。すいません、トイレまで密着して。あー、すっきりした。ちょっとこの積み上がったカラフルなトイレットペーパー見てると頭がおかしくなりそうになる。ああ。はい、もうお昼もね、近くなってきたんですが、やっぱり私 YouTuber ですので動画編集毎日しております。まあ、ヒカキン TV もヒカキンゲームズもあるのでね、毎日何時間も PC のね、動画編集の画面とにらめっこしてるんですが、今日はヒカキン TV の編集があります。
ノートパソコンだとね、どこでも編集できるので、こうやってソファーで編集したり、まあ、テーブルでしたりと、空気を変えて、場所を変えてやると逆に集中できたりしますね。やっぱり何年経っても最後にちゃんとこだわる部分をこだわるっていうのはね、やめらんないんですよね。で、最近ではナレーションなんかを撮ることも多くて、スマホで、ナレーション撮ったりして、その場で動画編集で追加したりしてます。クレーンゲームでこんなにたくさん、クレーンゲームでこんなにたくさん、というわけで、1時間を超える動画編集一旦終了ってことで、昼飯だ。さあ、はしゃいでますね。子供のようにはしゃいでますね。34歳、食べるの大好きなんですよね。そりゃはしゃぐよね。さあ、お、料理をするのかな。ルーティーンは自炊か。いや、違う。むむ、冷凍庫に行きましたね。そう、おっきい冷凍庫があるんでね、うちさ、開けると、むむむむむむ、お、何か取り出しましたね。お、これかな。ん、あれ、まだ行く、まだ行く。ま、あれ、え、取り出していく。まだ行く。え、どういうこと、どういうこと。え、で、さらに取り出していく。止まらない。止まらない。何個持ってくるの、これは何なの。うわー。はい。めちゃくちゃいっぱい並んでるこちらが何かというと、お弁当です。それも、冷凍されてるお弁当。そう、これが何かというと、ナッシュです。知ってます？そう、私、ヒカキン。実は少し前からダイエットしてたり、あと健康にね、気を使ってるなんて話を周りにしてたら、なんと、ナッシュさんから、今回、18種類も、めちゃくちゃ美味しいお弁当、いただきました。はい、なので今、どれ食べようかめちゃめちゃワクワク悩んでます、これ。おい、どれにすりゃいいんだよ。全部うまそうだよ。で、今回は18種類いただけたんですけど、本当の全種類だと60種類以上もあるそうです。決めらんねえ。ますます決めらんねえ。でも好きなの選べるっていいよね。飽きなそうだね。ニンニク醤油唐揚げ、ハンバーグと温野菜のデミ、フライドフィッシュ、焼き餃子、ロールキャベツのチーズデミ、ここ一番や、バターチキンカレー、大豆ミートソースの生パスタ、焼き鳥の柚子胡椒、ホイコーロー、豚の生姜焼き、チリハンバーグステーキ、クリームコロッケグラタン、鮭のマッシュポテトアヒージョ、さっぱりおろしポン酢カツ、エビのチリソース、白身魚の辛味噌だれ、本格四川麻婆豆腐、ポムの木監修オムライス。決めらんねえ、決めらんねえ、ハンバーグも食べたいし。はい、決めました。ポムの木監修オムライスにしました。レンジでチンするだけです。おっと、中が気になっている。やめなさい。温める前に、ね、開けちゃダメだからね。全部は蓋開けちゃダメだから。見てる、まだ見てる。さあ、レンジで温めていく。いやー、楽しみっすね。そう。1、2年前くらいかな。結構ね、CM でめちゃくちゃ流れてて気になってたのと、あとね、僕の仲いい YouTuber が食べてるっていう。ヒカキン食生活なんか心配だから食べたらって。ほんのこの前言われたばっかりだったんで、ちょうどこのタイミングでね、いただけてめちゃくちゃ嬉しいです。お、めっちゃいい香りしてきた。これま、もうめちゃめちゃいい香りしてるんです、今これ。もう待てないんだよ、これ。スーハースーハーしちゃってるから、これほら。しちゃってる、これほら。チーン。はい、取り出していきましょう。うわ、めっちゃいい香りする。さ、いでよ、オムライス。3, 2, 1, fire. うーわ、オムライス、めっちゃふっくらオムライス。てか、これケチャップ今かけたんじゃないよね。めちゃくちゃうまそうやん。これ冷凍と思えないね。そう、栄養バランスにも配慮されているそうです。さあ、最近ね、ダイニングテーブルも買ったから、リビングで。いただきまーちゅ。いただきまーちゅ。じゃ、早速、
もうオムライスからいっちゃいますかね、これね。おら、おおこれはうまそうでしょう。いやもう一口でバクッといっちゃうか。おいしい、おいしい。これね、本当に僕ナッシュこの一口目初めて食べたんですけど、めちゃくちゃおいしくて衝撃でした。で、聞いたところ一流シェフや管理栄養士さんが監修したり作ってくれてるらしいです。ああ、全部で一口でいっちゃってる。やばい、一瞬で食べ終わってしまいそうだ。ちょっとね、シャトルランとかやってお腹減ってたんで、すいません。食事のシーンが一瞬で終わっちゃう。いや、もう終わったー。一瞬で食べちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーした。さ、お昼ご飯の後と言ったらやっぱり、セイキン TV チェックだよね。やっぱ昼食後のね、セイキン TV は最高。やっぱ食後のコーヒーでね、適度なカフェインを取って、午後もね、ミーティングとか動画編集もあるんで、これで、まあ、セイキン TV 見て、モチベ上げて、午後につなぐっていうのがまあルーティンですね。自分も出てますからね、この動画ね。うい、モチベ上がりました。で、まあ、しばらく家の中いたんで、外ですよね。おっと、軍手に、鎌持ってますね。はい、これ。草刈りタイムです。はい。日々ルーティーンでやっております。草刈りタイム。そうなんですよね。庭師の方とか、まあ、お手伝いさんとか僕はお願いしてないので、全部やんなきゃいけないんですけど、伸びてきちゃってね。草が、刈っていきますよ。庭きれいにしてないとね。やっぱりいろんな人が来ますから、スパッってことね。スパッスパッってことね。相当長いな、これ。うわぁ、もう無限に生えてますよね、これ。一人じゃできないっすよね、これね。草刈り機とかじゃないときついっすね、これね。まあ、できる限りでいいっすかね、これね。スパッスパッってことね。はい、はい、はい。まあまあまあ、枯れてきたかな。はい。だいたい庭はもうこっちまで枯れてきてますね。はい、はい、はい。ラストスパートで。はい、はい、はい、って感じでね。はい、まあまあ、まずまず枯れたんで、はい、一回まあ、家戻ってなんかゲームでもしますかね。はい、お疲れ様でしたーっていう甘い考えじゃなくて、シャトルラン。昼もやってますから、いつも。はい。まあ、120回目標ですね。うん。中学の頃、まあ、100回超えてましたから、簡単にね。はい。で、あ、ここで終わりじゃないですよ。はい、はい。草刈り、はい。草抜きながらシャトルラン。はい。100回ぐらいのスピードでシャトルラン走りながら草刈りもしていく。はい。こんくらいのストイックさがないと YouTuber やっていきませんからね。はい。はい。おーっと、ちょっとバテてきたか？バテてきてるな。あー、もう足がガクガク上がってないね。はい。はい、バテてきました。足が上がってませんね。ガクガクです。はい。いやー、ね、普段やってませんからね。無理しちゃダメですよね。はい。冗談なのでね。はい、じゃあ本当に今度は家に帰りません。シャドルラン3。当たり前じゃないですか。自分に厳しいんですから。はい、もうバテました。はい、もうバテました。やめます。はい、帰りましょう。明日起き上がれるかなってくらい頑張りました。もうおじいちゃんになってますね。背筋がおじいちゃんで、はい、ただ、食後のいい運動ができたということで、はい、ゲームでもしますかね。また夕方にミーティングとか動画編集の予定が入ってるんですけど、少し時間空いてる日なので今日緩いので。さあ、ソファーでゲームでもしちゃいますかねっていう時間です。なんならね、ちょっと寝ちゃってもいいんですよね。昨日ちょっとめちゃくちゃ寝不足なんで。あ、これ寝ちゃうかな。うん、即寝ましたね。うん。ゲームほぼプレイしてないですね、これね。はい。おやすみなさい。また夜頑張んなきゃいけないんでね。眠い時15分でも僕寝るタイプなんで。はい、おやすみ。おっと、夕日が差し込んでいるか。数十分寝ましたね。
おはようございます。まあ本当は明日の朝まで寝たかったんですけど、夜もやることがあるので、まず起きて、お、どっかに向かっていきましたね。まあやっぱりね、寝起き、起きてすぐやることといえばおやつよね。5時のおやつよね。うん、5時のね。これも初めて食べるから楽しみなのよね。実はナッシュさんからスイーツも10種類もらってました。10種類ある中からチョコ味のドーナツ選びました。これ初めて開けます。おいー、おー、3個入ってる。あ、すごい、これ小袋に糖質 13.4g って書いてある。カロリーとかも書いてありますね。そんじゃ開けてみて、うお、めちゃくちゃしっとりしてるドーナツ。そう、これ冷凍を冷蔵庫で解凍しといたんですけど、あんまり食べたことがないくらいしっとりしてますね。さ、コーヒーをお供に食べちゃいますかね。いただきます。おいちー、口の中で溶けちゃうね。コーヒーとの相性も最高だね。で、夕方で、今日夜公開の動画があって、その動画の公開前のコメントをチェックしてます。いつもたくさんのコメント、ファンの皆さんありがとうございます。そう、動画公開前からねコメントしてくださるんです、ファンの方は。本当にこういうコメントで頑張れております。さーて、コメント読みながら食べてたら一瞬でまた食べ終わっていく。でも罪悪感がない。糖質も書いてあるし、まあでも夕ご飯前にちょうどいいおやつでしたね。それじゃおやつも食べ終わって満足なんで、やっぱりねおやつの後は泳ぐよね。泳ぐよね。泳ぐよね。これ最近本当にプールはできるだけ入るようにしてます。結構ね手足疲れるんですよ、歩くだけでも。で、寒い季節なんですけど、うち温水なんで。あったかいんだな。15メートルプールなんで、3往復くらいすれば100メートルぐらいになりますね。だいたいそんくらいでバテます。なんかね、太ってからね浮くんだよね。俺だったらね海とかでも浮かべるかな。いいよねこれ浮くのね。はい、程よく泳いで気持ちもリセットできたんで上がりますかね。はい、着替えて髪乾かして、ちょうど、もう夜の7時前で YouTube の動画のプレミア公開があるので、それをいつも見てくださるファンの皆さんと一緒にいつも必ず自分の動画を最初から最後まで、コメントとチャットとともに見ています。直前に SNS で動画公開しましたっていうことをつぶやいたり、さ、始まる前から、途中ずっと、チャット見ています。本当にいつもたくさんのコメントありがとうございますで、ね、本当に優しいコメント、応援コメントが多いので、それを見て頑張れたり、あと動画の改善点とか頑張って編集したところ面白いと思ってもらえてるかななんていうことを見ながら、よっぽど絶対見れない日以外は必ず最初から最後までプレミア公開を、見ています。あ、この日のプレミア公開もかなり手応えを感じました。もうチャットもなかなか目にも止まらぬ速さで読めないくらいでした。本当に温かいコメントありがとうございます。うん、ほら手応えを感じてますね。日々これの繰り返しでございます。で、動画が1時間近かったので、1時間くらい見終わり、ちょっと今日昼間から床のホコリとかが気になったのでお掃除タイム。ね、床が黒いのでホコリとかねちょっと目立つので頻繁に掃除しています。はい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 、掃除機でピュイーン。これ暗闇で光る掃除機なんでね、ホコリ丸見えなんですよ。これいいんだよ本当に。はい、吸っちゃう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 、オッケー。で、掃除機の後は来た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 、やっぱりね二刀流クイックルワイパーだよね。二刀流で拭いちゃうよね。はい、あ、ちょっとねなんかミスったりしてますけどね。はい、慣れてないんでね。はい、普段やんないんでねこれはね。はい、まあでもこのコンボですよね、掃除といったらね。二刀流はやんないけど普段はかけてますよちゃんとね。おっと、またもや二刀流がうまくいっていない。やめておけばよかったけど床は綺麗になりました。というわけで
ご飯だん、ご飯だん、ディナーだん、ディナーだん、回転しちゃう、回転しちゃう。ワクワクしちゃう。はい、また冷凍庫を開けて、おお、今回は迷わない。そう、お昼の段階で決めてたんだな。夕ご飯は、ハンバーグと温野菜のデミ。うまいに決まってる。チンをしていく。600ワット、あれちょっとワット、ま、相変わらず使い方を覚えられない。600ワットで、5分、あれで、6分、ちょっと覚えられない。6分ですね。はい、6分。スタート。あー、ワクワクする。うわー、もうちょっとだ。じっとしてられない。いい香りしてきた、いい香りしてきた。オープン。めちゃんこいい匂いしてんだけど。開けてみよう。せーの。ペリ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 。うおこれまた盛り付け綺麗ね、これ。今作ったでしょ、これ。めちゃめちゃうまそうなデミグラスのハンバーグー。これ鶏肉らしいんだよね。チキンって書いてあったから。食べちゃお。食べちゃお。いただきまーす。いただきまーす。それじゃ早速、ハンバーグを切っていくー。おおめちゃめちゃボリュームあるぞ、これ。うん、まーうまー。昼のオムライスも美味しかったけど、ちょっとパンチ強いね、こっちは。で、野菜も。もういっちゃおうか。もうちょっとゆっくり味わいなさいよ、あなたは。よく噛んでね。いや、デミグラスの味も美味しいし、なんかヘルシーな味なのかなと思ったら、全然、めちゃくちゃ美味しいハンバーグでした。野菜も結構味がね、しっかりついてて、これ美味しいね。これでね、栄養のバランス取れてるって思うと、ちょっと続けられそうですね、僕これ。デミグラスをたっぷりつけて。お手上げです。お手上げ。参りました。マジで美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。拍手が止まんない。拍手が止まんない。おーっと立ち上がって、おっと花瓶を叩き出した。花瓶の拍手だ。演奏をよければお聞きください。ご清聴ありがとうございました。じゃあ、お片付け。この食べ終わった容器、お弁当箱も環境に配慮されてる容器だそうです。いや、エコで素晴らしい。ぽい。燃えるゴミですぐに捨てられるから後片付け楽ですね。さーて、お次は。さーてと、おら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 、サウナスーツ着用。ねえ、美味しいもん食べた後はエクササイズだよな、筋トレだな。ほら、生きてるでしょ。いいことだろ、生きるのは。手始めに、これだ。俺の動きがなんていうか知らねえんだよ。これだ。ほら、ちょっと重いな、思ってやる。これだよ、ほら。ああ、重いな。で、ちょっと疲れたからな。バランスボールだよな、やっぱな。バランスボールの正しいやり方はこれ。はい、ウエストをシェイプアップ。はい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 
できたことがねえんだよ。若い頃ならできたんだけどな。くそ。で、得意の懸垂。懸垂だよな。まあしないとこ。あえてしないとこ。けど、この肘つくタイプの方のこの辛い懸垂もやめとこ。やんないとこ。やんねえし。できねえし。やっぱバイクだよな、うん、バイクバイク有酸素運動、はい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 、これが正しい漕ぎ方、はい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 、行くぞ。うちのやつはね、セーフティーバーというか安全バーがついてるから、まああとはね、50キロ余裕なんで、せーの、まあもうやめようかな、やめよう。やめよ。やめよ。うわー、汗やべえってことは。そうだよ。気持ちよく風呂に入るために筋トレしたんだよ。あー、汗がすごい。もう短時間で汗がすごい。これサウナスーツってすごいよね。さ、それも今回はジャグジーバス、普通に入るだけじゃないんです。この動画のメインディッシュだ、一日のご褒美だ。なんと今日のスペシャルな一日のために泡風呂の素入れちゃいます。それも奮発して2本。今日はパーティーだ。それじゃジャグジーボタンをポチ、3、2、1、ファイル、フォッフー、盛り上がってますか皆さん。うぉー、盛り上がってるやつどんくりんだ。お、もう泡立ってきてる。すごいすごい、初めてやるんでこれ。うわ、すげー、すごいです。お、早いな。おい、うお、やばい。ジャグジーのパワーが強いからでしょうか、とんでもない泡の増えるスピード、これは埋もれてしまうかもしれない。それじゃあ行っちゃいますかね。この新居で初めての泡風呂デビュー。3、2、1、ゴー。初めての感覚、未知の感覚だ。視界が泡しかねえ。むしろこれから埋もれてっちまうんじゃねえかっていう恐怖すらあるな。ついつい楽しすぎてはしゃいじまってんな。さーてと、シャワーでしっかり洗い流して髪も乾かし、ちょっと後ろの泡がすごいですけどね。まあね、まあ、朝になればまあ泡もだいぶ消えるでしょう。うん、まあまた明日ね、水流してきれいにしますわ。はい。さてことで、もうね、夜も遅いんで、しっかり歯磨いて、口ゆすいで、もう、眠い。一日長かったからね。はい、というわけで、もう眠いので、眠りマセンシャトルラン、全力の夜のシャトルラン、深夜シャトルラン、今までで一番のスピード、シャトルラン、
1日3回3日でやってまーせん。なんで風呂入った後にやんなきゃいけないの。もういい、もういい、やだよ。はい、というわけで本当の、いやあ、スマホ充電して枕元に水もあるね、はい、水も汲んでね、いつもね、はい、おやすみなさい。はーい、というわけで、今回は私ヒカキンの新居での一日のルーティーンのご紹介でございました。一部ね、ちょっとね、めちゃくちゃふざけて普段してないこともいくつかしちゃったんですけど、基本的にはゆるい一日だとこんな感じの日もあるので、結構リアルに、お見せできたのかなと思います。で、今回お昼とおやつと夕ご飯に食べたナッシュなんですが、動画内でも話した通り、すっごく美味しくて健康にも配慮したお弁当が手軽に食べられちゃうので、ぜひ皆さんもお試しください。最近は一人暮らしユーザーも増えてるらしいです。ポムの木監修オムライス、ハンバーグと温野菜のデミ、ニンニク醤油唐揚げ、フライドフィッシュ、焼き餃子、ロールキャベツのチーズデミ、ココイチ番屋バターチキンカレー、大豆ミートソースの生パスタ、焼き鳥の柚子胡椒、ホイコーロー、豚の生姜焼き、チリハンバーグステーキ、クリームコロッケグラタン、鮭のマッシュポテトアヒージョ、さっぱりおろしポン酢カツ、エビのチリソース、白身魚の辛味噌だれ、本格四川麻婆豆腐。で、買えば買うほどお得に購入が可能なサービスがあるみたいで、なんと今回視聴者の皆さんには最大5000円オフのクーポンが配布されるそうです。マックス5000円までのクーポン使うには3回目まで購入すると5000円までクーポンが配布されるそうなので、ぜひぜひこのお得な機会に、よければナッシュチェックしてみてください。動画の概要欄に今回の限定クーポンを記載してますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、今もしテレビで見てる方は、ぜひこの動画パソコンやスマホで見て、概要欄の URL クリックしてナッシュをぜひチェックしてみてください。本当に美味しかったので。というわけで、グッドボタン、チャンネル登録よろしければぜひお願いします。その他、私ヒカキンの SNS のフォローもぜひ。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。ヒカキンはグーを出しました。ふんぷわーい。ダーロク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 